さんこんにちは。廿日市市消費生活センターで相談員をしております川村と申します。よろしくお願いします。今日は消費者の強い味方クーリングオフ制度についてお話をします。訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入などトラブルになりがちな契約、まずはその契約の基礎知識について確認してみましょう。契約とは申し込みと承諾の合致で成立する法的な拘束力を持つ約束のことです。商品やサービスの価格、内容等お互いの合意で契約は成立します。こう聞くと難しいですが、実は私たちは気がつかないうちに毎日契約をしています。お店で物を買ったり、電車やバスに乗ったり、病院で診察を受けたり、これらは全て契約です。契約は口約束でも成立します。契約書は契約の事実や内容を明確にするためのものです。できるだけ書面に残し確認できるようにしておくといいですね。契約が成立するとお互いにその内容を守る義務が発生します。基本的に一方的に解約はできません。さてここでクイズです。契約は申し込みと承諾で成立するとお話ししました。では次の ABC のうち契約が成立するのはいつでしょうか。お好み焼きを注文した時のことで考えてみましょう。 A はお好み焼きの配達をお願いします、受けたまわりましたと電話で注文しお店が OK した時、 B は肉玉そば〇〇円です、ありがとうとお好み焼きが届いて代金を支払った時、C は美味しいとお好み焼きを食べた時。はい、いかがでしょうか。答えは A です。契約は申し込みと承諾で成立します。電話で注文してお店が OK した時が契約成立ですね。それではここからは国民生活センターの見守り申請情報をもとに具体的なトラブル事例を見ていきます。まずは不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法という事例です。お宅の瓦が傷んでいる、点検したいと業者が訪問してきた、業者が撮った写真を見せられかなりひどい雨漏りをするかもしれない、すぐに工事をした方がいいと言われ、今でないと契約できないとせかされ40万円の契約をしてしまったという事例です。これは訪問販売に当たります。点検させてほしいと訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。依頼した場合でも結果を鵜呑みにしないで冷静に受け止め、別の専門家などに確認して複数の見積もりを取るなどして、決してその場で契約しないようにしましょう。次にカニの勧誘電話にご用心という事例です。自分の留守中に海産物販売業者から電話があり、ズワイガニを代引きで送ると言われた。事情がわからなかった妻は承諾したけれども、帰宅後に私が聞いてキャンセルの電話をかけたという事例です。これは電話勧誘販売にあたります。家族が注文したか不明な場合は本人に確認してから返事をするなど、即答せず冷静に対応することが大切です。続いて訪問して買取を行う業者との契約は慎重にという事例です。不要品があれば買取ると女性が訪問してきて、1時間後に今度は男性が来た。洋服などを出したところ、宝飾品があれば出してほしいと言われ、指輪等を含め2万5000円で買い取ってもらった。しかし形見の指輪を出したことに後悔し、また買い取り価格が安すぎると思って電話をしたところ、商品は別の業者に渡してしまったという事例です。これは訪問購入という事例になります。購入業者は前もって電話などで連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買取対象の物品について売却を求めることはできません。貴金属はないかなど当初とは違う物品の売却を突然求められたときはきっぱりと断りましょう。
さて、契約は口約束でも成立すると最初にお話ししましたが、これらの事例のように、訪問販売や電話勧誘販売、そして訪問購入など、消費者にとって不意打ち的に勧誘されるような取引に限り、一定期間であれば契約を無条件で解約できる制度があります。これがクーリングオフです。クーリングオフは、書面を受け取ってから8日間、はがきを出します。はがきのコピーを取ります。特定記録郵便で郵便局の窓口で出します。クーリングオフの方法です。クーリングオフは書面で申し出ますが、はがきで構いません。このはがきがこのように書きます。はがきで構いません。はがきの書き方の一例はこのようになっております。クーリングオフのポイントです。はがきの表と裏のコピーを取って保管します。特定記録郵便または簡易書き留めで郵便局の窓口に提出し、受領証も保管します。クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも出しましょう。クーリングオフをすると元の状態に戻しますので、支払い済みの代金は全額返金されます。商品を受け取っている場合は業者の負担で引き取ります。違約金や損害賠償金などを支払う必要はありません。クーリングオフができない場合があります。通信販売や店舗購入、3000円未満の現金取引などはクーリングオフができないようになっています。今日は訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入についてのクーリングオフのお話をしましたが、その他にもクーリングオフが適用される商法があります。エステや語学教室、マルチ商法、内職モニター商法などもクーリングオフが適用されます。マルチ商法や内職モニター商法は内容が複雑なので20日間という期間が定められています。先ほど通信販売はクーリングオフができないと言いました。テレビショッピングやカタログ通販、折り込みチラシ、インターネットショッピング、すべて通信販売です。通信販売はクーリングオフできません。それぞれの事業者の取り決めに従います。この事例の場合、テレビショッピング、契約条件をよく確認しましょうとありますが、テレビショッピングで購入した健康器具、使ってみたが思うようにできないので返品しようと連絡したが、開封した場合返品は受け付けられないというふうに言われたという事例です。この業者が開封後は返品不可と取り決めをしているのであれば、この業者の決まりに従うことになります。最近とても多いトラブル事例の一つです。サプリメントが500円で購入できるという広告を見て申し込み商品を受け取った。その後再び同じ商品が今度は6000円以上になると請求書が入ってきて届いたというものです。よく確認すると4回購入が条件の定期購入になっていたということです。これらは特に契約条件をしっかり確認することが大切です。さて、もう一つお伝えしておきたいことがあります。電話がかかってくる勧誘に光回線の乗り換えなどがあるかと思います。光回線サービスの乗り換えは慎重にという事例ですが、これは適用される法律が電気通信事業法となり、契約書面を受け取ってから8日間であればクーリングオフ同様初期契約解除という方法で解約の申し出ができます。契約書面受け取り、またはサービス提供開始日のいずれか遅い日から8日以内に書面で申し出ることで解約ができます。はい、今日は契約について、クーリングオフについてお話をしました。でもクーリングオフ期間が過ぎても決して諦めないでください。困った時は消費生活センターへご相談ください。消費者ホットライン188188、これは全国どこからでもお住まいの地域の消費生活センターにつながる番号です。廿日市市消費生活センター 0829-31-1841 0829-31-1841、これが直通番号になります。
日頃からいろいろな知識を収集し、必要ないものはきっぱり断る勇気を持ちましょう。困った時はぜひ消費生活センターにご相談ください。ありがとうございました。